電車は水の観音行きワンマン運行です。次は森です。出口は先頭車両一番前の左側に変わります。後ろの車両のドアは開きませんのでご注意ください。あらかじめ小銭をご用意いただき、運賃はお降りの際整理券と一緒に運賃箱に投入願います。両替は早めにお済ませください。定期券は運転士に分かりやすくお示し願います。双葉カードでご乗車のお客様はお降りの際に一番前にある運賃箱の IC 読み取り部分にタッチしてください。お客様にお願いいたします。優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。また不審物などを発見されましたら乗務員または駅員にお知らせください。皆様のご協力をお願いします。運転士に分かりやすく
お願いします。選手権は、関係員に分かりやすくお願いします。